各国で活動し、アルバム、ウラバウルスは、世界17カ国で、同時期発売され、ベイビルボード氏の、トップヒートシーカーズチャートでは1位を、トップインディペンデントアルバムスチャートで9位をそれぞれ、記録している。ライブ活動も、各国で、積極的に行っており、南米を含む全米からヨーロッパ、アジア、オーストラリアまで、計30カ国で公演を行っている。 オリコン調べにおける平成期でのシングルアルバムの総売り上げは283万5048枚である。楽曲はメタル、ハードコア等をベースに民族音楽など数々のテイストを多く織り交ぜている点が特徴的である。ボーカルの系が非常に多くの歌唱法、幅広い聖域を使い分ける点も大きな特徴で、グロールやファルセット、ミックスボイス、 さらに近年では、ホイッスルボイスも多用している。作詞は、例外なく、すべてを、OK、経が、作曲は、メンバー全員の共作で行っている。初期は作曲クレジットに、メンバー個々の名前が表記されていたが、ボルガー以降は、バンド名義で統一されている。歌詞は、初期から一貫して、人間や、自然の、痛みについて様々な視点から書かれている。 曲ごとのテーマについて多くは語られないが、グラススキン、我、闇とて、など雑誌等のインタビューで K が限定的に説明を加えることがある。こういったことについて K は説明臭く、説教臭くなるのは好きじゃないんでと語っている。ディル・アングレーがバンドとして影響を受けたのは、デフトーンズ、ザ・マッド・カプセル・マーケッツ、ミューズ、ナイン・チネイルズ、パンテラ、レディオヘッド、 スマッシングパンプキンズツールである。K は中学校1年生の時にクラスメートが爆竹の切り抜きを持っているのを見たことがきっかけで音楽に興味を持ったと語っている。他に影響を受けたアーティストとしては X ジャパン中森明菜を挙げている。d は中学時代にジュンスカイ・ウォーカーとブルーハーツを見たことでバンドに興味を持ち、 その後高校時代に見たジギーのコピーバンドに衝撃を受けてバンドを始めたという。カオルは中学生の時にデッドエンドや筋肉症状態をよく聞いており、X ジャパンのブルーブラッドにも衝撃を受ける。その後高校ではデランジェやボーイのコピーをしていたという。トシヤは徳永秀明がきっかけで音楽に興味を持ったと述べる。中学生の時に x ジャパンのくれないとウィークエンドを聞いてうるさいだけで嫌いだと思っていたが、その後エンドレスレーンを聞いて見直したという。また、ボーイを聞いたことがきっかけでギターを始めようと思ったが、弾けないという消極的な理由で、高校時代にベースに転校し、ジギーのコピーバンドを始める。しかし、ジギーはベースが難しくて挫折したとも述べている。深夜は、 TV で XJAPAN を見て中学1年生の時にバンドを始めることにしたという。メンバーは HMV の企画で次のようなアルバムがお気に入りだとしている。K はバウハウスのプレス・ザ・イジェクト・ギブ・メ・ザ・テープとデビッド・シルビアンのシークレッツオブザビーハイブカオルはザ・ビートルズの1962から1966と 1967から1970、代は、デランジェの、LA。ビアン・ローズとジギーの、クール・キス。トシアは、アリス・イン・チェーンズの、ダートとレディオヘッドの、OK コンピューター。深夜は、アイオーンの、アブソルートとガーゴイルの、劇からフレブミなどを挙げている。国内外でコンスタントにツアーを行っており、近年は年間で、約100公演を昇華することもある。 ライブ中に MC を行うことは、ほぼなく、2006年以降は K が、自身の声にディレイをかけ、BGM の中で、またはアカペラで一人叫び、歌い、曲感を休憩なくつなぐ、特徴的な形をとっている。また、イメージ映像と同期しての演奏や、照明、ステージセットなど、演出面でも、趣向を凝らしており、 聴覚だけではなく、視覚にも訴えるステージングが特徴である。2007年を境にほぼ行っていないが、K が、曲間に行う事象が注目を浴びることも多かった。結成時から、メジャーデビュー以降も、いわゆるビジュアル系である過激なメイクや衣装で、活動していたが、2005年以降メイクを行わず私服、軽装で活動するようになった。メイクを止めた理由を、カオルは、 もっと自分たちの内面を表現していきたいと思い始めた時にそういう格好をしているとどんな気持ちで演奏しても同じに見えてしまうような気がした曲への気持ちの込め方が濃くなってきて派手な格好では逆に曲に負けているような感じがしてと語っているその後ノーメイクでの活動を続けていたが2011年にディファレントセンスのクリップでゾンビ風の特殊メイク姿を 披露。その後は不定期に、ライブや撮影で、アイメイクや、頭蓋骨を模したコープスペイントを行うなど、メイクに対し柔軟な姿勢を取るようになった。2014年からはメンバーによってはほぼ毎回メイクを、施している。2016年7月のローリングストーン誌において、リーダーのカオルは自分たちが属しているシーンは、ビジュアル系シーンだとし、結局は、そこの出なので、 そこでいいかなって感じですねと述べ、ビジュアル系シーンに対する自身の心境の変化を語った。同時に、ボルガーを出した頃とか、その当時は出たいって思ってました。というように、過去に、ビジュアル系シーンに対して否定的な気持ちを抱いていた、ことがあったことをとろした。ディルがドイツ語で、銀貨、EN はフランス語で、のグレーは、英語で、灰色を合わせ、 灰色の銀貨という意味であるとされている。活動初期からバンド名は Dill EA のグレーと表記されていたが、両熟の雨以降は主に Dill and g r y の表記で統一している。公式ファンクラブ名は A-not である。一部の歌詞やミュージッククリップに関して過激な題材に触れていることから、レコード会社や放送媒体から規制がかけられることがある。規制された ミュージッククリップについては、ノーカット版の一部が、フリーウィルからインディーズ流通で発売された、ミュージッククリップ集、アベレージ最古で視聴できる。ストリーミングなどのデジタル配信が台頭してきている2020年現在でも、自分たちの作品については、CD や DVD、BD などのパッケージ形態で、CD ショップで、店頭販売することに強くこだわっている。 理由としては、メンバー自身が、聞き手として、CD のブックレットなどを含めて、他のアーティストが出すすべての表現を受け取りたいという、思いによる。ストリーミングで、デジタル配信している作品もあるが、すべての作品は配信されておらず、また一部の収録曲は短く編集された、バージョン、ラジオエディットバージョンであったり、収録曲数を削られるなど、 不完全なものが多かった。しかし2020年に入り、2019年、コロナウイルス感染症の流行によって、CD ショップにおいて安定した、販売の見通しが立たないことや、ファンが確実に入手可能な携帯で販売することを考慮し、同年8月3日にリリースした、シングル、落ちたことのある空では、完全音源による、デジタル配信に踏み切っている。なお、 作詞者である K の意向により、デジタル配信の音源データには、歌詞が表示されない。1996年、ラ・サディエスが結成される。事実上、ディル・アン・グレーの前身であるが、K は、あくまで再結成する気はなく解散したと否定している。1年の活動期間を経て解散。その後再び K、カオル、ダイ、シンヤの4人が集まり、新たにトシアを加え、 人間の弱さ、浅はかさ、エゴが原因で引き起こす現象により、人々が受ける、様々な心の痛みを世に広めるという意志のもと、1997年2月2日に大阪で結成。その後すぐに、カラーのボーカリストダイナマイトトミーに見出され、トミーとイーストウェストジャパンが運営する、ソルフィンステレより、インディーズデビュー。CD の制作流通。 コンサートの運営などに関しては、フリーウィルと契約して、以降は、ダイナマイトトミエが統括している。結成後急速に人気を獲得し、インディーズでありながら、オリコンのシングルチャート上位に連続で作品を送り込む。98年発表のアイルマイナスは、最高7位を記録し、インディーズ史上最高記録を樹立。さらに、同年11月には、 メジャーデビューを前にインディーズバンドとして初の日本武道館公演を実現した。99年1月、X ジャパンのヨシキをプロデュースに迎え、アクロの丘、ザンザンマイナス、揺らめきのシングル3枚同時発売でメジャーデビューを果たし、すべてがオリコンチャートのトップ10へランクインする。以降、リリースされてきたすべてのオリジナル作品が、 同志によるチャートのトップ10に名を連ねていたが、28、スシングル、シフミでは、同志ウィークリーチャート初登場12位となり、連続記録が途絶えることとなった。同月テレビ朝日系、ミュージックステーションに出演し、ザンザン、マイナスを演奏した。しかしゴールデンタイムにもかかわらず過激な選曲、演出だったことから、放送後に視聴者から苦情が多数寄せられた。 同年の、刑事、予感で出演して、以降、同番組には出演していない。7月には、初のフルアルバム、ゴースを発表。日本全国をツアーしながら9月に横浜アリーナ、公演、12月末には、大阪城ホール公演を実現させる。例年、アルバム、マカーブルを発表。民族音楽など多くのテイストを取り入れ、独特の世界観をより色濃くした。 またここまで、制作時にプロデューサーを迎えていたが、マカーブル以降セルフプロデュースとなった。順風満帆の活動を続ける最中、9月9日、同作発表に伴う、ツアー初日の演奏中に K が左耳に突発性難聴を発症。ツアー25公演を翌年に延期、1公演の中止を余儀なくされる。3ヶ月の休養を経て、12月にツアーを再開。 K は、復帰に際して、復帰れたと語り、以降、校内に仕込んだ液体を、ステージや客席に撒き散らす、校内や体を爪や刃物で引っ掻き血を流すなど、それまで以上に、過激なパフォーマンスを行うようになった。1年には、延期となったツアーの振り替え公演の後、自身2度目の日本武道館公演を行う。2年にはアルバム、鬼奏を発表し、 東アジア4カ国7公演を含むアジアツアーを行い初の海外進出を果たす。延べ10万人を動員し、上海では加熱した監修の沈静化のために公案が出動するという一幕も見られた。ツアー最終公演では3年半ぶりに横浜アリーナ公演を行う。2年のチャイルドプレイ、6ワグリーでその兆しを見せていたが、3年発表のアルバム、 ボルガーでヘビロックへ大幅に接近。音楽性を大きく変化させた。音楽性の変化とともに、海外からの注目度も増し、5年のアルバム、ウィザーリング2です。は、ドイツでチャート7位。フィンランドでは、欧米のアーティスト以外で初めてチャートにランクされるという快挙を記録した。現地からのオファーに応え、2005年5月に、ベルリンで、 初の欧州単独公演を行い3500人を収容の会場を完売。過度の興奮に陥ったファンが続出し、警察、消防も出動。翌日の地元市はこの事件を大々的に扱った。その後欧州最大級のロックフェスティバル、ロックエイムリング、ロックイムパーク、オクトパスロックフェスティバルへの出演を果たす。帰国後には、 単独ツアーの合間を縫い、テイストオブカオスツアージャパン2005へ参加。ザユーズドやキルスウィッチエンゲージラと共演する。この頃より、メンバー全員が、ノーメイクで活動するようになる。2006年米国進出と、ザファミリーバリューズツアー参加5月に、米国での、ウィザーリングツーです。が、発売が決定し、先駆けて3月に、 世界最大の音楽見本誌 SXSW への出演を含むツアーを行い、5000人クラスのライブ会場を完売させる。同アルバムは、ビルボード誌のトップインディペンデントアルバムスチャートで42位にランクインする。5月には2度目の欧州ツアーを行う。1年ぶり2回目のロックアムリーグ、ロックイムパークで、日本人では初めてメインステージでの演奏を行い、 各日10万人の監修の前で演奏することとなった。帰国後、7月31日8月1日に、日本武道館公演を開催。2日分のチケットが45分で完売した。8月4日より、コーン主催の北米ツアー、ザ・ファミリー・バリューズツアー計31公演へ参加、延べ60万人近い監修の前で演奏した。帰国後の10月14日、 日本最大のヘビメタルフェス、ラウドパークレイロクに出演。11月、大手音楽専門チャンネル MTV の人気番組、ヘッドバンガーズボールの視聴者投票によるトップ25メタルビデオで、1日から作マイナスのミュージックビデオが日本人の作品として初めてノミネートされ、グランプリを獲得した。2007年から12カ国121本のツアー、 シックススアルバムザマロー・オブ・エボーン発表結成10年目となる2007年からは特に世界各国での活動が顕著となりアメリカ合衆国イギリス、ドイツ、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、オランダ、スイス、ポーランドなど1日刻みの過密日程で世界中でライブを行うようになっていった2月、北米ツアーを行う 2月7日に6枚目となるアルバム、ザ・マロー・オブ・エイボーンを世界11カ国で同時発売。ベイビルボードのトップヒートシーカーズチャートで8位、トップインディペンデント・アルバムスチャートで21位に、それぞれランクインしている。3月から5月の国内ツアーを経て、6月再度アメリカに渡り、ザ・ファミリー・バリューズツアーで共演した、デフトーンズの北米ツアーへ参加する。 8月には通算3度目の欧州ツアーを行う。イギリスでの単独公演をはじめ、ドイツで開催された世界最大のヘビメタルフェイス、バッケンオープンエアなど4つのロックフェイスに出演。9月から10月にかけ国内ツアーを行い、10月24日、シングル、ドージンググリーンを発売。オリコンチャートで自身最高位の3位を獲得する。11月に再び、 欧州ツアーを行う。帰国後、リンキンパークの埼玉スーパーアリーナでの日本公演にゲストとして参加。12月、ザ・ファミリー・バリューズツアーで共演した10イヤーズをサポートに迎えて国内ツアーを行う。12月19日にベストアルバム、デケード1998から2002、デケード2003から2007を完全生産限定で発売。 結成から10年を迎えた2007年の公演回数はバンド史上最多の121公演に上った。2008年、セブンスアルバム、ウラバウルス発表、北米ツアー、大阪城ホール公演2008年は、上半期の大半をアルバム制作準備に費やす。4月には、欧州のメタルハンガマーシ主催の音楽賞。 ハンマーゴールデンゴッズ2008のベストインターナショナルバンド部門に日本人として初めてノミネートされる5月には国内ツアーデス・オーバー・ブラインドネスを行いその合間を縫いハイド追悼ライブイベントハイドメモリアルサミットに出演自身の曲以外にハイド作詞作曲のミスキャストを演奏する9月10日に11ヶ月ぶりのシングル グラススキンの発売と同時にツアー、ザ・ローズとリムズ・アゲーンを開始。国内18公演、11月から12月にかけては、北米22都市を回る、US ヘッドラインツアーを行う。11月12日、7枚目となるアルバム、ウラバウルスを、世界17カ国で、同時発売。名実ともに、それまでの集大成といえる作品となり、 ベイビルボード氏のザ・ビルボードを200で114位、トップヒートシーカーズチャートで1位を記録する。12月26日、MTV のヘッドバンガーズボールでドージンググリーンのミュージックビデオがトップ25メタルビデオで1日から咲くマイナスに続き2度目のグランプリを獲得する。12月29日、9年不利となる大阪城ホール公演、ウラバウルス。 ブリージングマイナスを行う。前回の公演時を超え1万人以上が来場した。2009年から15カ国99本のウラバウルスツアー1月13日より音楽週刊誌として世界最大の発行部数を持つイギリスカレンゲ誌主催のリベントレスエネルギードリンクツアー2009に参加。約1ヶ月をかけイギリスアイルランドツアーを行う。また、 同志の1月24日号の表紙を K が飾る。2月から5月にかけ全42公演の国内ツアーフィスト・オブ・ V センシズを行う。ツアー中盤では男性限定ライブを開催したほか、メグロ6名館で FOVS のバンド名でシークレットライブを行った。アンコールには久しく演奏されてこなかったメジャーデビュー曲ザンザンマイナスを演奏した。 4月に K の生体園、高等不死により3公演を延期するが、全公演を完走した。6月、再び投資、キルソイッチエンゲージとの2万公演などを含む、欧州ツアーを行う。3年ぶりとなる、ロックアムリーグ、ロックイムパークをはじめ、イギリスのダウンロードフェスティバル、オーストリアのノバロック、スウェーデンのメタルタウンの5カ所のロックフェスへ出演する。 8月ツアーオールビジブルシングスを開始。国内10公演の後、11月にチリでの単独公演、ブラジルのロックフェス、モキナリアフェスティバルへの出演など、初の南米公演を含む全米ツアーを行う。10月28日、ミュージッククリップ集、アベレージブラスフェミーを発売。ビンセカ、アジテーティッドスクリームズオブマゲッツは、 ソニーミュージックの方針により映像加工を行った上での収録となる。12月2日、ザンザンマイナスのリメイク、ザンを含むシングル、激しさと、この胸の中で絡みついた、灼熱の闇を発売。オリコンチャートで自身最高位である2位を獲得した。2010年日本武道館2デーズロシア発上陸、アポカリプティカとのツアー1月9.10日。 日本武道館公演、ウラバウルス、With the Proof in the Name of Living, を行う。最終的に、ウラバウルス発売に伴うツアーは15カ国85都市で、計102公演となった。5月には、武道館公演の模様を収録した DVD を、世界17カ国で、同時発売する。6月より、ツアー、The w a バリン i n g Fact of Tomorrow ツアーを行う。 7月に国内9公演、7月25日に韓国のロックフェス、ニガワ・ペンタポート・ロック・フェスティバルへ出演する。8月1日にはイギリス、ソニスフィア・フェスティバルへ参加。その後ロンドンでの単独公演を経て、初のロシアでのライブを行う。8月より、フィンランドのチェロメタルバンド、アポカリプティカとのダブルヘッドラインによる、北米ツアーを行う。 9月8日のロサンゼルス公演では、アポカリプティカのステージに K が参加。同バンドの、ブリング・ゼム・トゥ・ライトでボーカルを務めた。10月より、再び国内で、全10公演を行い、10月16日には、ラウドパーク12-2006年以来となる2度目の、出演をする。PA に、海外ツアー時にエンジニアを務めるリック・ディージングを、迎えた。 12月、遠藤道知郎のトリビュートアルバム、ロマンチスト・ザ・スターリン、遠藤道知郎トリビュートアルバムに、ワルシャワの幻想で参加する。他アーティストの楽曲カバーを、録音状態で発表するのは、これが、初となった。12月27日から2011年1月6日に、かけ、再び東名阪ツアーを行う。2011年、エースアルバム、 ダムスピロスペロ発表、ワールドツアー1月26日、シングル、ロータスを発表。5月、ファンクラブ限定での国内ツアー、ツアー2011ディコンポジションオブザムーンを行う。そこで、先行披露した、ディファレントセンスを6月22日に、シングルとして発表する。8月、欧州ツアー、パラドックス・オブ・リタリエーションを行う。2度目となる。 世界最大のメタルフェス、バッケンオープンエアへの出演を皮切りに9カ国、全12公演を行う。8月3日、前作から2年9ヶ月振りとなる8枚目のアルバム、ダムスピロ・スペロを発売。世界20カ国での同時期発売となり、ベイビルボード氏のザ・ビルボード200で135位、トップヒートシーカーズチャートで2位を記録する。9月13日、 ダムスピロスペロ購入者対象の無料企画ライブ、レイシオダケット、ノンフォルトゥーナ、ゾンビマイナスを川崎クラブチッタで行う。メンバー全員が、ディファレントセンスのミュージッククリップで登場したゾンビ姿の特殊メイクで登場した。9月から11月にかけ、ツアー、エイジ・クアド・アギースを開始。国内で全28公演を行い、11月11日には、 アルバム購入者限定ライブを東京ドームシティホールで開催。全編をシンフォニックアレンジした演奏を披露した。11月から1ヶ月をかけて南米での5公演を含む全米ツアーを行う。南米ツアーでは4年ぶりに10イヤーズをサポートに迎えた。2012年、ウラバウルス再演活動休止、そして再始動1月11日、ウラバウルスの再編版。 ウラバウルス、リマスタードエクスパンデッドを発売。ダムスピロ・スペロのミックスを手掛けたチューマッド戦による、リマスタリングが施されたほか、エスエビアのアレンジ、ヒュドラ666と、ブガボーリスパイアの追加を行った。22日、同作の発売に伴い大阪城ホールで、ライブ、ウラバウルス・ザット、エス・ウェア・ザ・トゥルース・イズ・マイナスを行う。内容は、本編で、 ウラバウルス、リマスタードエクスパンデッドを曲順通りに完全再現、アンコールでダムスピロスペロの主要曲を演奏するものとなった。2月8日、突如活動停止を発表する。長年の国示で喉にダメージの溜まっていた系が不調を担当医師へ訴えたところ、生体結節及び音声障害と診断。3月から4月に予定されていたアスキング。 アレクサンドリア、トリビア村との北米ツアーをキャンセルするというものだった。その後、水面下では制作活動が続けられていたものの、バンドは表だった活動を完全にストップする。6月7月にツアードキュメント映像、ツアー2011エージクアドアギースの前編、後編をそれぞれ発表。それに伴い、7月 2K 以外のメンバー出席による爆音上映会を、 東名阪で行う。ダムスピロスペロの発表から1年を迎えた8月3日、HP 上でシングル、輪郭の発売とツアー2012演出の開催をアナウンス。再始動を発表した。演出は10月10日、ファンクラブ会員完全限定の渋谷アックス公演を皮切りに無事スタート。12月25日の東京国際フォーラムまで。 計17公演を行う。またツアー中の10月27日、埼玉、埼玉スーパーアリーナで、ラウドパーク12へ2年ぶりに出演する。12月19日、26枚目のシングル、輪郭を発表。同時にこの作品のアートワークを K が手掛けたことが発表された。12月31日、千葉、幕張メッセで、カウントダウンジャパン12。 1 3に初出演。激動の2012年を終えている。2013年、ザンラベリング発表。再び、ワールドツアーへ1月26日より、国内ツアー、飲出、ザ・ディピクション・オブ・リアリティマイナスを行う。4月3日、通算3枚目のミニアルバム、ザンラベリングを発表。 活動停止期間から制作が進められていた作品で、新曲、アンラベリングと結成最初期の楽曲で、初の CD 化となる、5から5年のザ、ザファイナルまで、過去の楽曲を再構築した6曲で構成されている。また完全受注生産限定版に、収録の、マカーブルは、最終的にバンド史上最長の16分長の楽曲となっている。 4月5日よりツアータブララサを観光。国内13公演を行い、5月12日には千葉幕張メッセでアスフェストジャパン2013に日本人アーティストの鳥として出演する。5月24日には東京渋谷公会堂でザンラベリング完全受注生産限定版の購入者限定ライブを行う。 5月16日の新木場スタジオコースト公演直後に K が返答園で緊急入院する事態となったが本人の意思もあり、医師との相談の上実施した。6月には K4 公演の欧州ツアーを行う。イギリス、ダウンロードフェスティバル、オーストリア、ノバロックにそれぞれ2度目の出演を行う。9月よりツアー、グールを行う。国内では 各公演にサブタイトルが付けられ映像などで多角的に演出する明治マイナス照明のみで演出するインスティンクとマイナスを並行して開催した11月3日から24日にかけて2年振りの北米ツアーを行う大きな特色としてこれまで海外では行えていなかったプロジェクターとスクリーンを使った映像演出をこのツアーで導入した 2014年、ダム・スピロ・スペロツアー終演、モード・オブ・ゴース。ツアー、ナインス・アルバム、ある種発表を1月22日に29枚目となる、シングル、サスティン・ザ・アントゥルースを発売。5人で向き合って、セッションをしながら制作されたタイトル曲は、近年の複雑な作風から一転して、シンプルな構成となった。2月6日より、ファンクラブ限定の東名阪ツアー、 フィネムラウダを行い、22日より、オーストラリアで行われるフェスティバル、サウンドウェーブ2014へ出演する。初のオーストラリア上陸で、全4公演を行う。3月8日9日に、ダムスピロ・スペロと題した日本武道館にデイズ公演を行う。2011年から続く、ダムスピロ・スペロ発表に伴うツアーの集大成となった。4月23日に、 ドキュメンタリー映像集、ツアー13グールを、7月16日には、武道館公演の模様を収録した、ライブ映像作品、ダムスピロスペロ AT 日本武道館を発売する。8月5日より、1999年に発表した、メジャーデビューアルバム、ゴースを軸とした、ツアー、ツアー14サイコネクト、モードオブゴース。マイナスをごとし11公演で観光。 2014年は、ディル・アン・グレイにとって、メジャーデビュー15周年となり、その記念企画として行われた。ライブの模様を収めた DVD を、限定で、翌年の1月下旬に発売。12月10日に9枚目となるアルバム、ある種を発売。タイトルはギリシャ語で、根源を意味し、サステイン・ザ・アントゥルースからの流れを組んだ、そぎ落とされたアレンジの曲が多く並んだ。 K によると、昔やっていたことや、昔抱いていた感情を持ち出して、今どう感じるか、今の自分たちならどう表現するのかが制作のテーマとなり、それがタイトルにつながったという。アルバム発売に先駆けて、11月17日より、ツアー14から15倍ザグレース・オブ・ゴッドを11、都市18公演で観光。12月23日には、 京都パルスプラザでラッテングラフティの15周年イベント、ポルノ超特急2014に出演する。また12月29日に幕張メッセ、国際展示場で、ロッキン、オンプレゼンツ、カウントダウンジャパン14、15にも出演する。2015年ヨーロッパ中国にかけての、ある種ツアー、ルナティックフェスト、出演4月1日、約6年ぶりとなる。 ミュージッククリップ集、アベレージソロを発売。翌2日より、ツアー15ザアンストッパブルライフを10都市15公演で観光。また、5月17日より、ヨーロッパツアーを開催。6月27日、幕張メッセで行われる、ルナッシー主催のロックフェス、ルナティックフェストに出演。同ステージで演奏した空国の強音で、 ルナシーのギタリストである杉蔵がバイオリンで参加した。9月2日にはミュージッククリップ集アベレージサイコニを発売。10日から約1ヶ月にわたってツアー、ツアー15ネバー、フリーフロムザ・アウェイクニングを9都市14公演で観光。11月2日、ワシントン州シアトルでの公演を皮切りに2年ぶりとなる北米ツアーを観光。アメリカ、カナダの 各都市にて全7公演を行う。また、その日程の半ばにあたる11月7日にはメキシコに立ち寄り、ジャパンライブ2015と銘打たれたメキシコシティでのイベントにも出演。さらに12月には、北京、広州、上海の3都市を順演する中国ツアーも実現している。2015年は、スケキオディケイズなどメンバー個々の動きも、 活発化した一年となったが、世界各地での勢力的なライブ活動を通じて、バンドの揺るぎなさが、改めて実証されることにもなった。2016年結成20周年に向けて、ツアー16から17、フロムデプレッションという、シフミ、発表1月14日より、ファンクラブ限定の東名阪ツアー、ツアー16フィネムラウダを行う。 2月5日6日には2年振りの武道館公演、ある種を行う。12日には、武道館2日来場者限定で、エビスリクイドルームにて、ある種、a トリミテッドエクストラマイナスを行い、ある種発表に伴うライブツアーを完遂した。6月より、2年がかりでのツアー、ツアー16から17、フロムデプレッション2を開始。ツアー16から17フロムは、 結成20周年となる2017年に向けて過去に発表してきたアルバムそれぞれを軸にしたツアーとなる。6月3日より第1弾として2003年発表のボルガーを軸としたツアー16から 17from depression to mode of the g a をごと四重公演で観光。7月27日にシングルシフミをリリース。表題曲は バンドの疾走感を意識して制作され、ボルガーツアーで先行披露された。ミディアムテンポな曲やバラードが多くを占めた、ある種の次の方向性の一端を提示するものとなった。また、カップリングには、杉蔵のバイオリンをフィーチャーした、空国の強音フィーチャリング杉蔵を収録した。9月8日より、2011年発表のダムスピロスペロを軸としたツアー。 ツアー16から17、フロムデプレッション2、モードオブダムスピロスペロー台湾を含む6都市11公園で観光。10月28日より、2002年発表の鬼層を軸としたツアー、ツアー16から17、フロムデプレッション2、モードオブ基層は香港を含む10都市13公園で開催。また、同ツアーでは2 0 0年以来となる男性限定公演。 2004年以来となる女性限定公演も開催。12月25日、2年ぶりにポルノ超特急2016に出演する。2017年1月13日より2008年発表のウラバウルスを軸としたツアー、ツアー16から17、フロムデプレッション2、モードオブウラバウルスを7都市9公演で開催。4月5日より2007年発表の ザマロー・オブ・エイボーンを軸としたツアー、ツアー16から17、フロム・デプレッション・とトゥモード・オブ・ザマロー・オブ・エイボーンを初となる沖縄を含む8都市11公演で開催。4月15日、騎士団主催のフェス、ザ・グレート・ロック・エヌ・ロール・関ヶ原2017に出演。7月7日8日、ピエロとの合同ライブ、アンドロジェノスを横浜アリーナで開催。 7月15日より2000年発表のマカーブルを軸としたツアーツアー16から17フロムデプレッショントゥーモードオブマカーブルを6都市10公演で開催9月2日より2005年発表のウィザーリング2ですを軸としたツアーツアー16から17フロムデプレッショントゥーモードオブウィザーリング2ですを8都市13公演で開催 2018年4月25日、結成20周年を迎えてから、初となるシングル、人間をかぶるリリース。オリコン週間シングルチャートでは、サステイン・ザ・アント e ーズ以来となるトップ10入りを記録。6月23日、2度目となる、ルナティックフェストへ出演。9月26日、ある種以来、およそ4年振りとなる、フルアルバム、ザ・インスレーテッド・ワールドをリリース。 通算10作目となるオリコン週間チャートのトップ10入りを記録し、ゴース以降メジャーでリリースされたフルアルバムはすべてオリコントップ10入りを果たしたこととなった。2019年3月20日、ゼップ東京2 0周年を記念したイベント、ゼップ東京 20th Anniversary Special Live Act 5 Days が記念日となった3月20日より5日間にわたって、 開催され、同所で、公演数トップ3を誇る3組のうちの1組として、出演した、ディル・アングレイは、歴代3位。ちなみに、2位は、アイコ、1位はハイド。6月21日、30枚目となるシングル、ザ・ワールド・オブ・マーシーを、同年9月18日に発売することを発表。10月21日、2020年1月29日に、 発売の爆竹のカバーアルバム、パレード3、リスペクティブトラックスオブ爆竹に、ディル・アングレーとして参加。ゴース・マカーブルキッソボルガー・ウィザー・リング2です。ザマロー・オブ、エーボン・ウラバウルス・ダム・スピロ・スペロ、アルシュザイン・スレーテッド・ワールド。ありがとうございます。